Facebook マガジン第26号。今日はですね、初心に戻ってというか、この Facebook ってどうやって使うんだろうとか、何の目的で使うんだろうとかって、まあそんなお話なんですけれども、Facebook を作ってですね、ここにまあ自分のね、個人的な今日何やったとかあれやったとかね、そういうのも入れていくのもまあそれは一つなんですけれども、例えば一つのテーマを決めてですね、そのテーマに基づいた一つのテーマに絞ったですね、いろんな記事を入れていくっていうのもいいんじゃないかなと思うんですね。で、そこで今日はですね、ここに最近のニュースだとかね、そういったものを入れていこう。ニュースといってもいろんな種類がありますから、カテゴリーとかね、絞ってやってみたいと思います。では、どういうところからニュースを持ってくるのかっていうとですね、一番いいのはね、ニュースっていうのは引っ張ってきても大丈夫なので、例えば Google でね、読売新聞とか、朝日新聞とかね、新聞、産経新聞とかいろいろありますよね。まあ、産経新聞をまあ、検索してみます。そうすると、この産経ニュースってね、ネット上でもこうニュース出してるんですよね。それでこう、クリックします。そうすると、産経新聞でもね、今日のトップニュース出てますね。で、この中でね、例えば、事件だと、速報、事件、政治、国際、経済、コラム、特集、写真、ランキングとかいろいろありますよね。それから、こちらの方には、あるのもないのもあるんですけど、こちらの方には検索もあるので、例えばね、昨日、おとといかな、ゴルフが趣味だから、ゴルフ、ここを入れて、まあ、ゴルフで検索します。そうすると、おとといですか、ひぼみさんがね、今季5勝目っていうことでもうダントツのトップに行ってるんですけど、じゃあこれをニュースにしようかなと。言ったらですね、この記事はコピーしても構わないんですよ。著作権侵害じゃないのと思われるかもしれないんですが、ここに公益社団法人著作権情報センターっていうのがあるんですね。こちらのページの中に著作物が自由に使える場合はということで、こういう定められた条件の中では自由に利用して構いませんよって書いてあるわけです。例えば、まあ、自由に使える場合ということで、私的使用のため、まあ、これいいんですよね。まあ、そういろいろと書いてあるんですが、その中で突起すべきはですね、例えば、教科書の作成のための複製だとか、学校教育だとか、いろいろあるんですけども、時事問題の論説の転載とかね、政治上の演説などの利用だとかね。それから、時事事件の報道のための利用だとかね。こういったものに関してはですね、許可されてるわけですね。まあ、大雑把に言うと、ニュース関係のものは使って構わないということでですね。そこら辺でご理解いただければいいんじゃないかなと思います。では、この記事を Facebook に載せてみたいと思うんですけども、まずここにある画像ですよね。この画像を例えばクリックします。かなり大きくなりましたね。いぼみさんのこんな画像であるとか、この辺の可愛らしいいぼみさんのこのね、写真をね、載せたいなと。例えばこれを思いますよね。そうするとですね、これデスクトップなんですけど、デスクトップの中にスニッピングツールっていうね、このスニッピングツールっていうのはどこから出したらいいかっていうとですね、デスクトップを出して、このスタートメニューね、スタートメニューからですね、プログラムのファイルの検索っていうところで、SNI っていうふうに入れるとですね、ここにスニッピングツールっていうのが出てきます。これをデスクトップ上に出しておいて、それを使うんですね。これものすごく簡単なね、スクリーンショットなんですよ。今この画像を出しました。こちらはね、ウェブサイトですね。でこちらはデスクトップの端っこです。でスニッピングツールをダブルクリックするんですね。ダブルクリックします。そうすると新規作成っていうのが出てきましたから、これをクリックします。そうするとなんかこう薄くなりましたね。この薄いところのね、この部分を取って記事にしようと。そうするとこの部分がカットされました。で、それをですね、で名前をつけて保存と。まあ、ちょっと仮にですね、C ドライブの、まあ、ここでいいや。ここにキャプチャーとなってますけども、
適当に、こう、名前を、適当に名前つけてね、保存します。と保存されました。そしてこの生地ですね、この生地を少し戻して、ここにね、イボミ今季5勝目、賞金1億7950円、すごいですね。これをですね、例えば、タイトルでそのままコピーしちゃおう。しちゃって構わないですよ。で、例えば、自分の Facebook に貼り付け。ね。すごいですね。そして、で、この記事もですね、まあ、極端な話が、もうこれをこのままコピーして、ちょっとひどいかな。コピーして、ここで貼り付けます。貼り付けます。でもこんな記事が載っちゃいました。で、写真もついでに載せとこうっていうんで、写真動画。ね。そして、この写真動画で、シードライブのところに、YouTube の中に入れたので、これにすれば見えますね。イボミ優勝ということで、先ほど保存した画像ですね。選びました。まあ、テストなんでね、私は毎日斉藤ひとりさんのこういう、動画ですとか、こういうサイトを作ってそれをご案内してるんですが、例えばその自分がゴルフのね、趣味であれば、こういうゴルフのニュース、それからテニスの趣味であればテニスのニュース、まあスポーツ全部全般的でもいいですしね、芸能でもいいし、何でもいいしね、それから政治でもいいし、その人の好きなものをカテゴリー、まあどっちかって何でもかんでも入れてもいいんですけども、Facebook もね、多少カテゴリー選択した方がいいかもしれませんけどね。まあこんな風にしてこれ投稿してみます。ということで、こういう記事が Facebook の中に載りました。皆さんもですね、この画像と、それから文字、ニュースからはね、先ほど言ったように取れるので、使いになってみたらいかがでしょうか。で、そうそう、私の場合はですね、まあ、皆さんもこれやった方がいいと思うんですけど、例えば産経ニュースから取りましたよとかね、それから URL とかね、このニュース元、記事元っていうのをやっぱり明らかにしといた方がね、著作権は大丈夫なんですけれども、紳士的じゃないかなと思います。そういうことで、例えば引用元ということで、これをコピーしますよね。そうですね。コピーします。そして、Facebook を出してですね、もう記事アップしちゃったんですけど、投稿編集というところを出して、一番下にですね、記事、引用と書いて、産経新聞に、まあ、例えばこういう URL をこう入れたりね、なんかして明らかにしといてやると、まあ、より紳士的で安全だと思います。まあ、そういうことでよろしくお願いいたします。まあ、こんな風になりますよね。当然ここをクリックすれば、産経新聞のこの記事が出てくる。まあ、Facebook は個人のメディアというか、情報発信局というか、そういう意味もありますので、Facebook の使い方の一つとしてね、こういう使い方もあるよということでご紹介いたしました。本当はね、目的があると思うんですよ。私生活を出すのは私生活でも構わないけども、何かこういう何か一つの目的を持ってやったらね、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。Facebook マガジン第26号いかがだったでしょうか。では、次回もまた楽しみにしてください。よろしくお願いします。